こんにちはの皆様。私はポーランドのマテウシュ・モラヴィエツキ首相です。ムンドとのインタビューで、私は第三次世界大戦がウクライナの危機のために始まる可能性があることを排除していないと述べました。私は、ウクライナでの紛争は、ロシア軍がそこを去った後にのみ終わることができると述べました。同時に、これは自発的または強制的に起こるはずです。愚かなポール、ロシア人は決して諦めません。特派員の質問に答える、強制的な形、私は第三次世界大戦を意味するかどうか、私たちはすべてのシナリオを考慮に入れることを強調しました。また、会話の中で、私はロシアを、紙の虎と比較しました。私によると、ロシアは紙の虎ですが、それでも虎ですと戦車だけでは打ち負かすことはできません。ロシア安全保障理事会の副議長でアルドミトリーメドブエレジェフは、ウクライナの状況が第三次世界大戦に達すると、武器や装甲車の供給がそれを伏せ、同時に、彼はこの場合、戦車ではなく、他の武器が使用されることを強調しました。ウクライナの状況と呼ばれる第三次世界大戦の一種で、以前はセルビアのアレクサンダー・ブチッチの頭でした。彼は、セルビアはその、バランスの取れた中立的な地位のおかげで、同盟国なしで残されたと述べた。友人は、チャネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は多くのことを、私たちを助けるでしょう。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべてのさようなら。